僕は小池俊太。小さい池で小池、瞬間の瞬に太いと書いて俊太。ばあちゃんにつけてもらった名前です。仕事は都内で営業をやっています。最近仕事の成績があまり良くありません。僕の仕事は歩合制なので、成果が出ないと遊べるお金どころか生活もひもじくなってしまいます。部長には、君はこの仕事は向いていない、この仕事は時には心を鬼にして無理やりな営業をしなければならない、そういう営業をするには君は優しすぎる、そう言われたことがありました。同期入社の渡辺くんは僕とは違って成績優秀です。上司からの信頼も厚くて、何をやっても器用にこなせるタイプです。女性からもモテるようで、大学時代にはダンスサークルに入っていて、全国大会に出たことがあるほどダンスがうまいんだそうです。ダンス、僕も今月と来月はお給料が期待できなそうなので、ダンスでどうにかしようと思います。と言っても僕が踊るわけじゃありません。シンディに踊ってもらって僕のお小遣いを増やしてもらうんです。ディスクアップ、僕はビタ押しはあまり得意ではないんですが、この台は波が荒いので、うまく連チャンすれば大量のメダルを出してくれることもある台です。こいつで今月の金月のピンチを脱出してやろうと思います。とは言っても貧乏なので、今の僕に使えるお金はさっき下ろした8000円だけ。少し少ない気もしますが、逆に8000円以内でビッグを当てれれば、ディスクアップはボーナス後に ART に入るので、コインを増やしながら次の当たりが狙えます。8000円で当たれば金欠のピンチを脱出するチャンス。ビッグボーナスからのダンスタイムに全てをかけます。ダンスが上手くて仕事もできる渡辺くん、彼には彼女がいませんが、この間飲んでいる時に聞いた話だと、彼女みたいな都合のいい女の子が3人いるらしいです。僕には彼女がいません。気になっていた女の子はいます。その子は同じ会社のジムにいる同じく同期入社の高崎さんです。高崎さんはとても元気で明るいショートカットが似合う女の子です。入社した時からよく話しかけてくれて、仕事の悩みも聞いてくれたので、僕は密かに高崎さんのファンでした。だけど渡辺くんが遊んでいる都合のいい女の子のうちの一人が高崎さんだということを渡辺くん本人から聞いた時はとてもショックでした。ショックを受けてむしゃくしゃして大工の源さんを打ったら大負けしました。そんなことを考えているうちに投資は5000円。お金は稼ぐのは大変ですが、なくなるのは早いです。投資6000円、今月はお昼ご飯を抜きにしてやりくりするしかない、そう考えていたところでした。リプレイから発展、チャンスです。リーチ目が出ました。ボーナスです。あとはビッグを神に願います。青七のビッグボーナスです。 ART もついてきます。嬉しすぎて本当に今にも踊り出しそうな気持ちになります。ボーナス中はビタ押しをして ART を上乗せしなければいけません。なかなかビタ押しが決まりません。落ち着いて集中力を高めます。
板押し成功。この音が気持ちいいんです。全部で38ゲームの ART を獲得。ここから 50% でダンスタイムがもらえます。ダンスタイムには入らず。でもこの38ゲームでまたビッグを引けば逆転できます。この38ゲームに全てをかけてレバーを叩いていきます。ナビの押し順を間違えました。ペナルティです。リプレイが揃わなくなってメダルが減っていきます。なんだか消失感がこみ上げてきました。何をやっているんだ僕は。今日はこの出玉を流してお金を残しておこうと思います。今日は外回りの営業ではなく会社の中で書類の整理や部長のお手伝いをする日でした。会社出勤の日はいつもより仕事から早く上がれるんです。今日は会社の早上がりを利用してこれから友達との送別会をやるんです。その友達は仕事に失敗した時、人間関係がうまくいかなかった時など、何か嫌なことがあった時、何度も僕を元気づけてくれたんです。友達の名前は花火。この台は5号機なので、もうすぐ撤去されてパチンコ屋からなくなってしまうんです。お金の方は大丈夫です。この日のためにずっと前からコツコツ貯めて取っておいた1万円があるんです。やっとこのお金を使う時が来ました。泣いても笑ってもこの台を打てるのは今日で最後。一打一打幸せをかみしめて打っていきます。この台とは本当にいろいろな思い出があります。4年前当時付き合っていた彼女がいたんですが、僕が東京、彼女は名古屋で遠距離恋愛だったんです。デートの時は僕が向こうに行っていたので、1回デートするだけでとてもお金がかかっていました。交通費だけでもかなりお金がなくなるので、僕の貯金はどんどん減っていき、生活するのさえ苦しくなっていました。そんな時、この花火に毎日設定を入れてくれるお店を見つけたんです。そして僕は何度も何度もそのお店でこいつを閉店まで打ち倒し、何ヶ月もそれなりのプラス収支を上げれて、なんとか生活していくことができたんです。当たりました。投資は3000円で早い当たり。ビッグです。やっぱりこいつは僕に優しい。さっき言ったこと以外でも、この台はいつも僕を助けてくれたんです。思い出をあげていったらキリがありません。次の当たりもビッグ。楽しい、すごく楽しいです。
こんなに素敵な台がなくなってしまうなんて、寂しい気持ちがこみ上げてきます。でもしょうがないことです。時代は変わっていくもの。別れの時こそ笑って送り出してあげるのが友達、親友です。満足です。送別会は終わり。まだ時間はありますが、やめます。なぜならこの台を最後に打ちたい人が僕以外にも絶対いると思うからです。1万円が1万3000円に増えて3000円勝ちです。花火くん、最後も勝たせてくれてありがとう。最後の花火を打った感触の余韻に浸りながら帰り道を歩いていると、その事件は起こりました。お兄さん、お兄さん、ちょっといい？はい。お兄さんさ、さっき俺の車の横通ったよね。え、車、いや、通ってない。いや、通ったんだよ、俺見てたからよ。その時さ、その何、バックかなんかが、はい、なんか当たったんだよね、車のところにさ。え、バックぶつけたっしょ、俺の車に。カツアゲでした。僕より年上の人だと思います。その人によると、僕がその人の車の横を通った時、僕のカバンが擦れて傷がついたんだそうです。そして修理代をよこせ、今ある金でいいから全部出せと言ってきました。よく見ると服の袖から入れ墨のようなものが見えました。あ、お前殴られたいんか。そうか、わかった。そうなんだな。その人は強引にお金を奪い取ると、夜の街に消えていきました。じゃあな。ショックはショックです。でも一つだけ誇れることがあります。財布を出すとき、とっさに花火で買った3000円をポケットに滑り込ませたんです。このお金は、花火が最後にくれたこの3000円だけは絶対に取られたくなかったんです。なぜならこのお金は僕と花火の友情の証だからです。今月は昼飯抜きに加えて朝飯も抜きになりそうです。それでも僕はスロットが好きです。